私が7月にチャレンジするのはプラスチックフリージュライです。こんにちは、さちこです。7月に入りました。6月まで半年、もう半分終わってしまったのかっていう感じなんですけれども、年のせいもあると思うんですが、それにもまして今年はちょっとコロナのせいで、なんかもう前半自粛しかしてないよっていう感じになってしまってるなって思っています。で、ちょっと気を引き締めるためにもですね、7月はプラスチックフリージュライに私も参加して取り組もうかなと思っています。プラスチックフリージュライというのは、その名の通りプラスチックなしの7月ということで、オーストラリア初のキャンペーンです。で、このキャンペーン の趣旨とかを読んでいて、私がすごくいいなと思ったのが、このキャンペーンは何もプラスチックフリーって、生活にある全てのプラスチックを全廃しようみたいな感じでは言っていなくて、シングルユーズプラスチックっていう、1回だけ使ってポイしてしまうプラスチックは廃止っていうか、減らしていきましょう、やめていきましょうっていうようなテーマになっています。そこが取り組みやすいというか、これからを生きる人類としては取り組んでいかないといけないところなんじゃないかなというふうにも思いますし、なんかむちゃくちゃな一部の、ちょっと言葉悪いですけど、エコフリークみたいな人が取り組むキャンペーンじゃないんだなっていうことが伝わってくるので、いいなと思っています。サイトの中に言葉が書かれているんですけれども、ちょっと家に持って帰るまでの数十分かなんかのために、これから何百年も生分解されないようなプラスチックっていう、嫌な意味で丈夫な素材で包む必要があるのかいと、どうせ家帰ったらそれポイって捨てるんだろうっていうような言葉が書いてあるんですけれども、まさにその通りで、その筒にいる、これいる、いらないよね、なくてもなんとかなるよねっていうふうに考えて、こう物を買ったりする習慣をつけるために、ちょっとこういつもより意識をこう強く持つ7月になったらいいなというふうに思っています。私はこのプラスチックフリージュライに、参加を表明するっていうのは今回初めてなんですけれども、このキャンペーン自体は今年で10年目になるそうで、177カ国の人が参加しているそうです。なのでぜひ皆さんもちらっと参加してみてください。ここからプラスチックフリージュライのサイトをちょっとお見せしながら、どんな情報がそこから得られるかっていうのをご紹介していきたいと思います。まずどんなことから始めたらいいかもわからないよっていう人がたくさんいらっしゃると思うので、プラスチックフリーのアイディア集みたいなのがサイトに掲載されています。どんな場面でプラスチックフリーのアイディアを求めているかっていうのをまず選ぶと、中にプラスチックフリーこんなことで取り組めますよっていうリストが出てくるようになっています。で、そのリストを一つクリックするとさらに詳細を見ることができるんですけれども、まず何ができるかというところが示されていて、それのやり方、じゃ具体的にこういうふうにしましょうっていうやり方が書いてあって、そして、さらにもう一歩前進して何かしたいならばこんな感じのことができますよというのが示されています。そしてそれをすることによってで与えるインパクトがこんなものがありますっていうことが書かれているので、その最後のインパクトっていうのが特に、自分がこう行動を変えることによってこういういいことが、いい結果が得られるんだなっていうのが分かるので、そこを読んでいただくとモチベーションになるんじゃないかなと思います。次にチェックしていただきたいのが、他の参加者みんながどんなことをしているかっていうメニューなんですけれども、こちらも先ほどのアイディア集と一緒で、どんな場面で
していますっていうのを選べるようになっています。家で、仕事で、学校でっていうのを選ぶと中に事例がずらっと出てくるんですけれども、先ほどのアイディアと違って今度は事例なので、どこそこの誰それさんはこんな風に取り組んでいますよっていう、こう個人にフォーカスして事例が掲載されています。一気にサイトの情報を読んで情報収集するような時間がないとかいう方は、インスタグラムをとりあえずフォローしておくのがいいんじゃないかなと思います。このあたりまで読んだところで、私はテイクザチャレンジというところをポチッと押しまして、チャレンジ受けて立つというような意味でしょうか、まあチャレンジしますっていうことで、いろいろと入力をいたしまして、メンバーに申し込む、登録するみたいな形になると思うんですが、しました。ここに登録すると、まあ、すぐ自動返信メールが来るんですが、その中に書かれていたことによると、毎週週1でいろんな情報とか、それからモチベーションアップのための情報とか、そういうのをまとめてご案内しますというようなことが書かれてありました。それからアンケートをしてみてくださいみたいなリンクがあったので、そちらもちょっとやってみました。アンケートのタイトルがペスキープラスチッククイズということで、まあ厄介なプラスチックのアンケートみたいな感じになっています。でこれちょっと数も多いので、それをいちいち回答しない方も多いかなと思ったので、ちょっとどんなことが質問されていたかをざざっとご案内しようと思います。ちなみにこのクイズ、質問ですけれども、質問があって、それに対して5段階6段階ちょっと忘れちゃったんですけれども、その中の自分がどの辺に当てはまるか、やってますとか全然やってないですとか、まあ時々やりますとか、そういうのを5段階ぐらいでポチッと選んでいくような形になっています。質問の内容ですが、包装のない野菜や果物を買っていますか？ペットボトルの水を買わないようにしていますか？プラスチックボトルのジュースやミルクを買わないようにしていますか？肉や魚は包装のない状態で買っていますか？液体ではなく固形の石鹸を使っていますか？ボトル入りのドリンクを減らしていますか？プラスチック容器入りのテイクアウトを控えていますか？ストローを断っていますか？豆や穀物などの乾物を量り売りで購入していますか？ショッピングバッグを持っていきますか？マイカップを持っていきますか？お弁当箱を持っていきますか？プラスチック製のゴミ袋を避けていますか？残り物はラップを使わずタッパー入れていますか？ゴミ拾いをしていますか？ファーマーズマーケットや個人経営のお店でプラスチック包装のないものを購入していますか？ペットの落とし物は生分解される袋かスコップで持ち帰っていますか？ゴミ回収の頻度は何日に1回ぐらいですか？普通ゴミは？リサイクルゴミは？それから生ゴミや残飯は？ゴミ収集日にゴミはどれぐらいいっぱいになっていますか？普通ゴミは？リサイクルゴミは？ここから個人情報がいくつか質問されます。メール、それから住んでいる国、都道府県、市区町村あたりまで記入するようになっています。年齢層、性別、一緒に住んでいる人数、どれくらいの頻度で人と会いますか？暮らしの質や幸福度は10段階でどれくらいですか？と、以上です。結構な数があって、3ページぐらい進みながら答えていくんですけれども、まあこれはビッグデータとして、こうデータとして収集されるようなんですけれども、まあ、答えてるこちらとしても、ああそれできてないなっていうのがいくつかあったり、それからちょっと日本、私が住んでいる場所ではちょっとこれは厳しいな、できないなっていうか、よっぽど心を鬼にしないと難しいなっていうようなこととかもあったので、なかなか考えさせられるアンケートだったかなって思います。このペスキープラスチッククイズのアンケートにしても、それからそもそものこのプラスチックフリージュライの
登録にしても、別に登録したからなんか特別な何があってすごくあるわけではないので、ちょっとそういうのは煩わしいなと思った方は、まあ、登録は特にしなくても大丈夫だと思います。ただですね、登録はしなくてもこのプラスチックフリージュライっていうキャンペーン、そのムーブメントに参加することはもちろんできるので、だから、プラスチックフリージュライの URL と、それから自分が7月いっぱいこういうことに気をつけてプラスチックのゴミを減らしていこうと思うっていう意思表明みたいなのを一緒に書いて SNS で拡散する。でこれはやっていただいた方がいいかなと思います。まあ自分の中でこっそり始めて、なんとなくこっそりやめちゃったっていうのも あまり意味がないので、宣言するっていうことによってちょっと気も引き締まりますし、それからこういう活動を一人でも多くの人に知ってもらうことができるので、 SNS での宣言というのはぜひやっていただきたいなって思います。かくいう私はどんな感じで活動を7月にしようかという話なんですが、まず、まあ、ここのところ私はじわ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 このプラスチックの量は減らせてきてはいると思うので、まあざっくりできることはできているかな、いや8割ぐらいは7割ぐらいはっていうような状態なんですけれども、7月いっぱいはちょっと無理するぐらいの勢いでちょっと頑張ってみようと思います。何せ7月にちょっと意識を高めて、それ以降の暮らしのプラスチックフリー度合いをちょっと一段上のレベルに持っていきたいなっていうふうに思っています。で私が7月にすることですが、もともと野菜と豆腐、油揚げと、その辺は最近個人のお店に行っているのでゴミだいぶ減らせているんですが、それでもたまにスーパーでピョイって買ってしまうことがあるので、もうお豆腐油揚げのゴミは出さない、絶対出さないと決めました。それから野菜もなんかね、もやしとか袋に入ってるんですけど、そういうのもちょっと避けてみようかな。もやしとキノコ類厳しいなでも7月だけちょっとムキになってやってみようかなって思っていますので、その辺の野菜の袋とかもうギリギリまでカツカツまで避けたいなと思っているのと、それからお菓子です。最近ちょこちょこお菓子の手作りをするようになってきているので、ちょっとその回数を増やして、とにかく買わない家で作るっていうことを増やしたいと思います。それからもし買うならば、その近所の和菓子屋さんとかに容器を持って行ったら入れてもらえると思いますし、それかもうケーキ食べたいと思ったらもう出かけてそこで食べてくるっていうのがいいかなって思ってます。なので一番避けるべきは、なんか個包装になったプラスチックの袋に入ってるし、開けたらなんかプラスチックのトレーだし、クッキー一枚一枚が袋に個包装だしっていうようなのは避けて、もしそのスーパーとかでお菓子を買うんだったら、なんかこう 1g でもプラスチックの軽そうなものを選ぶっていうのを心がけたいなっていうふうに思っています。それからネットショッピング、これがまたなんか商品そのもののパッケージもなんですけれども、さらにその上になんか OPP って袋ですね、かぶせたりとか、もうなんか納品書すら紙1枚が袋に入っていたりとかするので、ちょっと7月はネットショップもぐっと我慢して、まあ個人のようなアマゾンみたいなところは無理だと思うんですが、個人みたいなところのお店だったら備考欄にこうこうこういう理由でプラスチックの袋とかも可能な限りやめてくださいっていうことをお願いして注文するとか、ちょっと気をつけたいなと思います。
というわけで、まあ、新たに取り組むことっていうのがそんなにたくさんあるわけではないんですけれども、まあそれでも今まであんまりできていないことっていうのは取り組むのが難しいからできていないことなわけで、ちょっと頑張りたいなと思います。今回の動画はプラスチックフリージュライの始まりですよっていう動画なんですけれども、ちゃんと月の終わりにあの結果こんな感じでしたっていうのをご報告する動画も作ろうと思っています。よかったら皆さんがこれにチャレンジしてみようかなっていうのをコメント欄に書いていってください。でそれで私もそれできそうだなと思うものがあったらそれも加えてチャレンジしていきたいなと思います。はい、それでは皆さん今年2020年後半も頑張っていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。